Peggy 16.今までのシリーズのモンスターハンターよりもよりやっぱりあのワールドワイド、同日発売ということもあってすごく、このいうタイミングで海外 あのイベントとかですね、海外でのプロモーション活動を行うっていうのは今までのシリーズではあんまりなかったんですけど、今回は、日本と同タイミングで、ワールドワイドでいろんなところで、活動させていただいておりまして、その中でもやっぱり、北米欧州の、ユーザーの方に発売前にやっぱり出会うことも多く、今回はケースとしても多いですので、そういう人たちらにやっぱりお会いして、こちらもやっぱりパワーをいろいろお話もいただくだけでももらえるので、またその発売に向けて頑張っていこうという気持ちがより強くなりますね。まあ、このプロジェクトが立ち上がった時に、まあ、自分たちもその海外のファンのモンスターハンターのファンっていうのが、まあ、少しずつその広がってきてるっていう実感はあって、こういうタイミングでそのグローバルで仕掛けようっていうのがやっぱこのプロジェクトとしてはすごい大事だと思ってたので、そういう、まあ、E3 でのそのリアクションであったりゲームズコンでのそのユーザーが、まあ、すごいちょっとねたくさん並びすぎてちょっと、セキュリティが、ね、かかったりとか、少し楽しみに来てくれた人たちにはちょっとこう、残念な、まあ、遊べなくて残念な人も出てくるぐらいちょっと、想像以上のものになってしまったんです。ゲームズコンはですね、初プレイアブルで、しかも僕ヨーロッパで、のユーザーの動向というのを見たこともなかったので、正直どういう反応をしていただけるかというのは、まあ、心配してたところもあったんですけども、開場した直後から、僕たちのブースめがけて走って並んでくれて、で結果的にはもう12時間超えるようなこの大行列を、してくれたというのは、まあ、本当にこう日本と変わらないぐらいこう喜んでくれるファンっていうのがヨーロッパにもしっかりいらっしゃるってことが分かったのは、もうこれ以上ないぐらい嬉しかったですし、もう即いっぱい写真とビデオを撮って開発チームにこうライブストリーミング的に送ったぐらい嬉しかったです。僕たちはこのプロジェクトを始めて、まあ、こういう世界同時発売を目指している時点でそういうビジョンは持ちながらはやっぱりやってました。やっぱこういう仕掛け方をしてみんなここで一気にファンを広げたいとか、まあ、モンスターハンターっていうものをすごくみんなに知ってもらいたいっていうのがやっぱ強くあったので、そういうビジョンは持ちながらはやってたんですけど、やっぱり実際その場で E3 があったりゲームズコンがあったりするとやっぱ思った通りに行くのかなどうかねっていうのが不安ではありました、正直。ただやっぱり自分たちのその期待以上のリアクションっていうのがしっかり返ってきたので、一つ一つそういったものがすごく自信になって、今発売に向けてみんな頑張れてるので、確実にこう実を結ぶものにはなってきてると思います。まあ、今回初めて世界で同時発売、なおかつ多言語、たくさんの言語に対応することと、まあ、ボイスにも対応していきたいということが最初から決めていましたので、まあスケジュール上もすごくこう問題が起こるということは、まあ、最初から分かっていました。ですので、まあ、具体的なこう問題チャレンジっていうのは、まあ、ローカルチームの子たちが話してくれていると思うんですけれども、僕の方で第一にやったのは、この企画のワールドの企画段階からローカルチームにプレゼンテーションに行って、僕たちのやりたいことというのを伝えました。そして、ローカルチームを、開発の初期から、チームメンバーとして参加してもらって、で、まだローカル作業が発生する前から、僕たちの作りたいものの、思想とか、物量みたいなものを深いレベルで理解してもらうように努めました。 So in our previous Monster Hunter games we only had to localize the text, but this time we also had a challenge oflocalizing the voices. We had Japanese, English, French, German, Italian, Spanish that we had to deal with. For World, we had to localize 600,000 Japanese characters into 11 different languages. We had always localized into a certain number of languages before, but this was the first time
we localize on this kind of scale. We work with a whole bunch of people from all over the world, and just getting their kind of outlook on different things when we localize the game is very rewarding. Monster Hunter ってすごくその日本を、まあ、主軸に、展開してきてるタイトルではあったんですけど、その世界で同時にやっぱりみんなに知ってもらおうっていうのを考え出した時に、やっぱこう海外にいるファンの人たちっていうものもすごく意識しないといけないなっていうのがあって、まあ、そういった、さらにその海外のファンを広げようとすると、まあ、海外でのそのゲームを好きなユーザーたちにそのどうやったら自分たちのそのユニークなモンスターハンターとしてのユニークなポイントをその知ってもらえるとか、そのそれを素直に楽しんでもらえるのかなっていうのはやっぱり今回すごく、気にし、まあ、意識して、ゲームデザインしたところはやっぱりあります。モンスターハンターも1作目が出てからもう10年以上経つんですけど、正直、他の、カプコンの大きな、ブランドと比べて、モンスターハンターに関しては日本以外の北米欧州っていう地域に関しては若干やっぱり弱かったっていうところは正直あります。ただですね、今回ですね、全ワールドワイド同日発売目指しておりますし、現段階でもですね、北米欧州のプレイヤーの方にですね、プレイしていただいた感覚っていうのもいい感触いただいておりますので、このタイミングでぜひ今まで以上に、北米欧州でもこのタイトルが、より多くの人にプレイしていただけることをすごく願ってますし、ネットワークの環境もですね、一作目を作ってた10年以上前と比べるとですね、かなり、進化しておりますので、そういう、ね、面でもよりいい環境で皆さんに、プレイしていただけると思いますので、ぜひこのタイミングで、日本以外の北米欧州でも、大きく広げたいと思っています。なので、まあこれはもう日本海外向けっていうわけではなくて、もうモンスターハンターっていうそのもののユニークなポイントを日本海外平等にどれぐらいその広げれるかっていうののチャレンジだったので、やっぱりもちろんそこには海外のゲームユーザーも入ってくるので、その海外のゲームユーザーたちがどういったゲームプレイをして、どういった部分をそのすごく好んでて、どういった部分をその、まあ、ネガティブに捉えててっていうのをやっぱりすごく考えて意識した部分っていうのはあります。